川西橋。
現鏡面凍結って書いてあるね。はいし。鏡面凍結、こんなところから見た下に落ちたらね、大変ですよ。ウォーカー発見。ウォーカーでしょう。ウォーカーじゃないの。ウォーカー発見。はい。ウォーカー。スピード落とせ。ウォーカーじゃないの。発見。おーか。うっ、ちょっと。ちょっと挨拶してみてやろうかな。あ、ご夫婦か。ご夫婦だな。男二人で歩いてるような人にね。こんにちは。なんか、あれですか、散歩ここら辺しておられるんですか。え、散歩しておられます、うん、あ、そうですか。どちらまで、あそこの段まで行かれますか。いやいや、わからん。どこまで行けるかな、思って。ああ、ずっと先はね、途中で歩道がね、なくなってますけどね、うん、インターネットかスマホなんか持ってられますですよね。うん、持ってられますか。スマホ持ってるけど使わない。持ってられますか。で、こういうちょっとブラウザーでね、今日撮った動画なんかをね、載せておりましてね、もしお望みでしたらまた暇な時にでもね、覗いてみていただけたらと思ってますけど、ね、こっち綺麗かね。こちらはね、今日はご覧になったら、曇りだけだ。ないでしょう、水が、うんうん。この前来た時はすごいね、水があって、もうすごい良かったんですけど、今日は。最近抜いたんかね。いや、今ね、なんか向こうの方で工事をね、しててね。いや、草が生えてるけん、だいぶ前に抜いたかなと思ったけど。ああ、なんかね、なんか糊面が壊れてるかなんかしてね、それを直さないけんだっちゅう話で。この近くの方なんですか。いやいや、松江。あ、松江が壊れたんですか。新聞にね、一言ほどね、一行ほど書いてあった。この辺の紅葉が想像を超えてるって言って、一言書いてあってね。この先行かれるとね、道際にありますけどね、うん、まあ大山なんかに比べるとね、ちょっと少ないですけど、うん、まあ結構いいですよ。私もね、もう今年はもう冬になると、ほら、ここ滑ってね、来れるようなところじゃないんで、ここまだずっと歩けるんだね。
歩けます、ずっと行けますでね、うん、ダムまで行くには最後の200メーターぐらいがね、うん、歩道がないんですよ。だからね、そこだけは気をつけていただければずっとあの行けますんで、ダムの上にもあの歩けますんでね、ダムの上からのね景色がね、岩の中に紅葉があってね、ものすごいあのすごいいいところでしたよ。まあちょっと私撮ってるのでお見せしてもいいですけど、まああのブログもね見ていただければ載せますんで、でもしあのお望みしたら元気なところ1枚いいですかはいはい、無理とは言いません。この間はね、はい、あの島根だけどね、うん、あの柿屋の八重岳いうとこ行ったの。八重崎、うん、そこすごい綺麗。ああそうなんですか、うん、あの大山の北見沢があるでしょう、はい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 、あそこよりああいう感じでもうちょっといい。ほう、そうですか。私もじゃあちょっとまた調べてみます。ただ熊が出るとこだけね。熊が出る、うん、あそうですか。駐車場もあるけど、はいはい、ただ熊が出るとこだから用心しなさいって看板まで出てる。ああそうなんですか、うん、だから日曜祝日は人が多い、はいはい、日曜人がおらんんで、はいはい、熊用心せんと。ああなるほど、じゃあ帰ってから調べてみますありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。これこの紅葉はね綺麗だね。想像以上ってそれほどのこともないと思います。この辺で止まっちゃうの。